グイド・カール・アントン・リスト、別名グイド・フォン・リストは、オーストリアのオカルティスト、ジャーナリスト、劇作家、小説家である。彼は、近代的なペーガニズムの新宗教として知られている、ボータン教を理論的に解説した。彼によれば、ボータン信仰は、で、古代ゲルマン民族の宗教の復興であり、アリオゾフィーの教えを含むものであった。リストは、 その教えをアルマネン主義と呼んだ。ウィーンの裕福な中流階級の家庭に生まれたリストは、子供の頃に家族がローマカトリック信仰を放棄したので、代わりにキリスト教以前の神ボータンを信仰するようになったという。彼はオーストリアの田園地帯でボートを漕いだり、ハイキングをしたり、風景画を描いたりして過ごしていたが、1877年から、 ジャーナリストとしてのキャリアをスタートさせた。彼は田舎の人々の民族的な文化や習慣をキリスト教以前の異教的信仰の残存だと考え、フェルキッシュなものとして重視した。そして、それを商用する論説を地方のナショナリスティックな新聞や雑誌に寄稿したので、ある。さらに、鉄器時代のゲルマン部族を題材にした三つの小説、カルヌントゥム。 若きディーターの帰郷、ピパーラといくつかの儀曲を発表した。1890年代のリストは、主に新聞オストドイッシュルーンチャウで、民族的な論説を書き続け、反ユダヤ主義的な傾向を帯びるようになっていく。1893年、彼はドナウ文学界を共同設立し、オーストリアのハンゲルマン主義運動にのめり込んだ。それは、 ドイツ帝国へのオーストリアの統合を求めるものであった。1902年、リストは11ヶ月間の失明に陥った。この時、新知学協会の影響によって、オカルティズムに関心を持つようになる。その結果、彼のボータン信仰は、ルーン文字研究とアルマーネン・フサルクを組み込むことになった。彼の作品は、フェルキッシュ運動やナショナリズム運動のコミュニティで人気を、 白紙、1908年には、リスト協会の設立を見るに至った。リスト協会は、中流階級や上流階級の大きな支援を集め、リストの著作を出版するのみならず、アリオゾフィーの内部グループや、リストがグランドマスターとして主催を務める、工事アルマネン結社を含むものとなった。こうした事業を通じて、彼は、千年王国的な考えを描くようになる。 つまり、近代社会は堕落してしまったが、某単進行を抱く、新たなハンネルマン帝国の確立によって、目視録的な終末が訪れて浄化されるだろうと、いうのである。第一次世界大戦における中央同盟国の、勝利によってこの帝国は建国されるだろうとリストは、予言したが、それは成就されることなく、彼は1919 19年に訪れたベルリンで没した。リストは、 オーストリアとドイツのフェルキッシュ的なサブカルチャーで著名な人物となり、この領域で活動した多くの人々の作品に影響を及ぼした。彼の作品はリスト教会によって反布され、帝国ハンマー同盟やゲルマン騎士団といった後のフェルキッシュ運動に影響を与えた。フェルキッシュ運動を通じて急速に発展していったナチストや親衛隊にも、 リストの著作の影響が及んでいる。第二次世界大戦後も彼の作品はヨーロッパ、オーストリア、北、アメリカにおける多くのアリオゾフィーや異教的な実践に影響力を持ち続けている。グイド・カール・アントン・リストは1848年5月5日にオーストリア帝国のウィーンで裕福な中産階級の家庭の長男として生まれた。祖父・カール・リストは 酒造業と居酒屋を営み、父カール・アントン・リストは、比較製品の販売業者であった。母マリアン・リストは、建築業者、フランツ・アントン・キリアンの娘である。リストは、ドナウンガの東側のウィーンの第二行政区で育った。当時の多くのオーストリア人と同様、彼の家族も、ローマ・カトリック教会の信者であり、リストもまた、ウィーンの聖ペテロ教会で、幼児洗礼を受けていた。 ブルジョア階級として彼の家族がいかに裕福であったかは1851年にリストの水彩の肖像画が画家の手によって描かれていることからもわかる。カルヌントゥムノイ京都のモンハイデンは、1875年リストはここにワインボトルを埋めた。グイドリストは幸福な少年時代を過ごしたようである。リストは都市部よりも農村地帯への関心を強め。 家族と共に、ニーダー・エスター・ライヒ州やモラビアの田園地帯を訪れるのを喜んだ。父に勧められて、グイドリストは、城や前史時代の遺跡や自然の風景のスケッチを始めた。彼は、キリスト教以前の宗教に関心を持ち始め、ステファン大聖堂の下のカタコンベが、異教の神に捧げられた祠だったと信じるようになる。彼の主張によれば、 1862年に、カタコンベに、父と訪れたとき、グイドリストは、壊れた祭壇の前でひざまずき、大人になったら、古代の神ボータンの寺院を建設すると誓ったという、ありがとうございます。